いつもご視聴ありがとうございます。なかなかテロップと喋ってる内容が違ってすいません。好きな方を楽しんでください。いつもありがとうございます。日本の防衛力を少し考えると、最近やはり最新鋭の装備品への取り組みが少し不安に感じています。世界は無人機へと舵を切り直している中、日本ではまだまだ無人機とは言えない状況になっています。今一番周辺国の動向としては、やはり無人機や最新鋭の装備品へと舵を切っています。その中で F-35 の役割としてはやはり大きくなってくると考えられます。F-35 のタイプで A、B 2つのタイプを日本も導入予定です。しかしまだまだ第5世代戦闘機として最高の F-35、 数はそんなに多くありません。導入にも時間がかかり、パイロットの育成にも時間がかかります。もう F-15 戦闘機ではますます太刀打ちできない状況となってきています。空をしっかり守ることで、やはり防衛の一番の要としては大事になってくるでしょう。空、 F-35 ステルス戦闘機によって見えない、レーダーに引っかからない、そんな戦闘機を持つことが重要となってきます。F-15、F-2 戦闘機ではやはりステルス性はありませんので、そのステルス性をいかに確保しつつ日本の空を守るか、国土は広範にわたります。
その日本でとても重要となるでしょう。実際 F-35 の任務としてはやはり極秘的な任務が多いとします。見えない戦術を使ってまずは調べる、もしくは忍び込む、まあ忍び込むはないでしょうが、北朝鮮など忍び込んでいければ最も時間はかからないかなと。敵地情報収集に時間はかかりません。しかし日本は攻撃はできないので防御のみの装備品しかありません。もう一つ、やはりドローン部隊を作ることも大切かなと。ドローンだけじゃありません。ラジコンの戦闘機でもいいと思うんですよね。上手い人はたくさんいます。そんないざという時の部隊を作っておくことも大切かなと。日本全国でラジコンが得意な方は相当います。もしかすると日本の空を守ってくれるのかもしれません。石油基地の攻撃でも見る、やはりそう遠くない日本の形を想定しながら防衛力を高めていくしかありません。 F-35 も大切ですが、小さな機体にも注目すべき部分は多いでしょう。 F-35 第5世代ですが、第6世代に近づけることが可能。アップデートによりその性能は無限大に広がります。しかしまた欠点も多く、そこを一つずつ解消していかなければいけません。何事も完璧なものはありませんが、近づけることで将来の高性能を保つことができるでしょう。ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。なかなかテロップと喋ってる内容が違ってすいません。好きな方を楽しんでください。いつもありがとうございます。日本の防衛力を少し考えると、最近やはり
最新鋭の装備品への取り組みが少し不安に感じています。世界は無人機